手越ゲームハウスへようこそというわけでですね、今日も大好きなゲームをやっていきたいと思います。ゲスト MC ペンギンズのぼうくん。どうものぼうです、よろしく。今回もゲスト来てもらってます、この方です。どうもザクレです。いやよろしくお願いします。かっけー、もうこれね、対戦相手のプレイヤーもう全然その世界で、まあ、10本指ぐらいに入るプレイヤー。いい時代だよね、うん、夢を与えることができるっていいことじゃないよ、はい、めちゃくちゃ。そんなザクレイさんが来てくれたということで、うん、今回はスマブラをやっていきたいと思います。嬉しい、はい、ちょっと実力をね、見たい見たい、見れるということで、うん、流してください。はい、はい、では、対戦していきたいんですけども、はいはい、今回ちょっとあのザクレイさんから、まあ、特殊ルールを持ってきてくれたというか、なんか海外で人気のルールを使って対決しようということで、どういうルールなんでしょうか。今回はそのあんまりその実力差多少出るんですけど、はい、同じルールで戦えるので、はい、その体力10、はい、HP を10に設定して戦う、はい、まあ、だからほぼ一発食らったらもうやられちゃうみたいな。あー、なるほどね。それお互いお互いっす。あー、なるほどね。いくらプロといえども、まあ、その一発もらっちゃうことだって全然バンバンあるんで、はい、はい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 、まあ、それその同じルールでやれば、まあ、いい勝負ができるんじゃないか。あー、なるほどね。ペゴニャンのメンツまで考えてきてくれるって、ね、潰さないようにっていう大人すぎないですか。大人だね。ね、恥ずかしめを受けないようにっていうことで俺逆だもん。相手が小学生だろ、全力でいくから。それでね、それ正しいのかもしれないですけど。なるほど、じゃあそのルールでやっていきましょうか。はいはいはい、はいはい、どっちが先にやります。はい、もう順番、じゃあ最初いきなよ、そこなんだから。何で僕も、あの、毎回違うキャラ使う、はい、なるほど。よろしくお願いします。いくよ。すごい、そんなすごい。お、上から何やってんだよ。ちょっと待って、はい、や、10、もう終わり。え、もう終わりっす。もう、ちょっと待って。いや、もう10で終わる。こんなに、いや、もうその空飛んで、その遊んでる場合じゃないっす。何やってんだよ。はい、や、いや、終わったのもう。なあ、もうほんと一撃だ。もう一撃っす。だいたい一撃っすね。で、これだから10本。そうよ。今1本だ。僕も今、1本。何やってんだよ。一発でも当てればいいでしょ。一発でも当てれば大丈夫です。よろしくお願いします。お願いします。そら、いや怖いな。先手打っていきましょう。先手。いや、こっち2本しか落とせないんで。なんだよもう。もうこれこっち真面目です。しゃ。やぼー、強かった。いやー、今ちょっと危なかったですか。いや、もう近づいてくるだけで、こっち怖いんで。なるほど。いや、だからスピードあるキャラの方がいいかなと思ったんや。いや、そうですね。ちょっとでも当てりゃいいから。あれなのかな、あ、その長距離から狙ってた。あ、なるほど。あ、それも全然ありです ね。あ、それもボタン押したら入れますよ。はい、うわ、怖い。いいよ、ビリビリ出します。ミュウツーの逆襲だよ。教えてくれるんですね、ビリビリ出す。いくよと言いつつも、うりゃー、来てんだよ。あ、くそ、おい、来てんだよ。大人として恥ずかしい。一番弱いビリビリ出しましたね、今。恥ずかしい負け方。ちょっと手もね、一本お願いしますよ。ま、任しといてよ。いいですか。俺やっぱな、ほら、ミュウツーの逆襲だよ。おぉ、いいっすね、ミュウツー。いつも足速いキャラなんでね。おぉ、あ、でも選べてないです、キャラが。よし、いいよ、じゃん。勝てる。キャラが選べてない人。おい、舐めんな、舐めんなよ。あ、頑張れ。あ、やっぱ速い。でもやっぱすごい見てるんだよな。うわ、あと2点差。自滅じゃん。自滅じゃん。え、どういうこと。ペゴニャー違うんだよ。俺、あの、最新キャラコマンドが分かんない。これ2対1でもいけるんじゃないですか。あー、なるほど、確かに、まあ、この調子ならなんか2対1でも1回1本取るまでというか、1回だけやっていいですか。1回、あ、やっていいです。あ、やっていいですか。いいですか。あ、OK です。たまにはいいこと言うね。俺こんな大人になりたくなかった。いいルールだよ。ですね、よし、これは本当に、はい、行くぞ、ノブ。行きましょう、行きましょう。これと一気に行きますよ、もう一気に行く。もう、もう遠慮せずよ。行こう、遠慮せずよ。なるほど。うわぁ、二十歳がなんで。 I'm World Champion。 World Champion。 いやいやいや、
本まだ1本まだ1本です。煽りがひどいから。はい、はい、その1本取ってその調子乗るやつは、はい、やっぱその本物じゃないんで。ちゃんと怒られてる。まだちゃいます、ちゃいます、ちゃいます。やっちまいな。ノボやっちまいな。リンク行こう。ダメだよ、ゲーム内のコンビニで万引きしたら店長に殺されるからね。リンク、ゼルダは。あっ、長っ。なあ、長っ、あんな長いの。いや、なんか東急武神破産使えよ。難しい、東急武神破産。いや、リンクは使えない。超級武神技ね。そう、難しいわ。いっちゃいましょうよ。ダッキー君やっちゃうよ。一発が重いんでね。ドンキは一発もん、おい。くよ。リケリケリケ。いやー、嘘だろ。よし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 。うわー、ね。ちゃんと上から来るならもうすぐ。なるほど。出しますからね。もうそのパターンをもう熟知してるというか。はい、もうもう。こう来たらこうっていうか。こう来たらこうっていうのはもう大事。どう来たら一番やりづらいですか。いや、まあその。近づいちゃえば、その出した技とかって見てからガードとかは結構このゲーム厳しいんで。なるほどなるほど。まあ、近づく前にこっちはもう潰しに行きたいですね、基本的には。が悪いよ。よし、うん、おい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 、いいよ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。そういうことよ。そういうことよ。いいよ。いや、そっちそんな強いの持ってんのかよ。こっちはポチ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 やってたのにさ。あ、ちなみにその技は 2% しか入んないんで、 あれ 5回当てないと。言ってよ言ってよ。一発も当たんなかったんですけど。さっきなぜか2対1で1本取られてしまったんで。そうですよ。なんだ、入るよな。え、おーおっと、おー、ヒリヒリするな。おー、すごい。おー、いやー、来たー。当たんなかった。いや、危ない危ない危ない。当たんなかった。いや、それは当たってたら普通に死んじゃってましたね。あぶね。行こう。64やってるんですもんね。そうです、64。確かに確かに。ゲームキューブはフォックスとウルフ似てるな。いいぞ、ほんと。いや、え、どっち今。おい、今こっちかと思いましたよね。いやいや、思わない。おい、これまずいまずい。これもうリーチ？リーチ、もうリーチです。やべー。2対1でいきますか。これ最後2対1。2対1。ほら、2対1でいきますかって聞いて。大人が言ってるようなのかわいそうですもん。まあまあ、あの、いいさん、まあ、僕は2対1でも、まあ、いいんすけど、うん、まあ、そのそっちのメンツ的にその2対1。あ、ザクレ君は2対1でいいんだ。まあまあまあいいっすよ。いいよって感じね。俺も別に2対1でいいよ。あ、僕も全然いいです。はい、行きましょう。あ、じゃあ行きましょう。俺が全ゲームキャラなら一番好きと言っても過言ではない、クラウドを使ってきましたね。うわー、いいか、かっこいいですよね。かっこいい、大好き。あ、終わった俺。嘘でしょ。よっしゃフォータイムチャンス、フォータイム、フォータイムチャンス、フォータイム。これ今の敗因としては何だったんですか。その片方倒すとなんか一瞬スローモーションになるんですよ、画面が。あ、ちょ、それをね、ちょ、視野に入れてなかったですね。なるほど。いやー、よかったですね。いや、勝ちましたよ。勝ちましたよ、うん、だから本当にあの、はい、やっぱ人間勝つ時もあれば負ける時もあると思いますから、もうやっぱりこう今日のね敗戦をしっかりと、今後に生かして、この敗戦で腐らないようにここでさらにやっぱ上を目指しながら。偉そうな、そうですね、確かに。まあ、やっぱ今日負けたことで、まあ、そうですね、次に勝つこともそう、まあ、今日の負けが次の勝ちにつながるから、そういうふうにね、うん多分だけどこのルールで勝った僕らはもっと弱くなる
今後成長しない。おごるしないな。しない。いや楽しかったですね。楽しい。うん、よかったこうやって。やっぱことをなんかちょこちょこ教えてもらえるアドバイスみたいなのが、ね、面白い楽しい。すごい勉強になったんで。いやそれは良かったです、はい。またぜひ遊んでいただき、はい、また。まあ、今回はね、まあ、このコラボということで、うん、あの僕のチャンネルの概要欄にもあのゼクレイ君のあのチャンネルの概要欄貼っときますので、うん、そちらでもね、うん、動画公開されてますので、うん、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、もうこれからいろいろね、こう世界の猛者だったり、いろんな日本の猛者といろいろ戦うと思いますけども、応援してますので、ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。今日ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた次回見てください。お願いします。バイバーイ。